サウルスは竜脚鶏類恐竜の属であり、基地では最古の恐竜の一つである。1988年にブラジル南部、パレオロタジオパークで発見され、2004年12月3日火曜日に記者会見で発表された。原竜脚類として知られる草食恐竜の一種であり、ドイツで発見された恐竜と特に近縁である。このことはこの時代これらの種が超大陸パンゲア上を拡散するのが容易であったことを示している。大抵の初期の恐竜と同じように、ウナイサウルスは比較的小型で、二足歩行であった。体長は？体長 2.5 メートル、体高70から80センチ、体重70キロほどであった。化石の保存状態は良く、ほぼ完全な頭骨、完全な下顎、多くの骨が関節状態な部分骨格が発見されている。現在までのところブラジルで発見された恐竜の化石としては最も完全な状態である。生息地は？ウナイサウルスは三畳紀後期、カルニア紀もしくはノルニア紀に生息していた。発見地であるブラジルはこの当時アフリカ北西部と地続きであった。全世界が結合していた超大陸パンゲアからちょうどこの頃北のローラシアと南のゴンドワナに分離し始めていた。ウナイサウルスはブラジル南部、リオグランデドスル州、サンタマリア近郊で発見された。化石はカプリタ類層のレッドベッドから発掘された。この地層はサプルナリアなど同様に古い恐竜の産地でもある。最古の恐竜もここや近郊のアルゼンチンで発見されている。このことはこの地域が最初の恐竜の発祥地であることを示してる。他の場所でも発見されている？ウナイサウルスはブラジルで発見された初の原竜脚類である。原竜脚類は半二足歩行の草食動物で、後のより進歩した竜脚類と関連がある。竜脚類にはブラキオサウルスのような地球上を歩行した史上最大の生物が含まれる。スタウリコサウルスや他の初期の恐竜がこの近郊発見されており、また1999年に記載された別のブラジルの恐竜テリュアスも原竜脚類である可能性がある。しかし期待に反して、ウナイサウルスに最も近縁な種は南アメリカでは発見されなかった。2億1000万年前にドイツに生息していたプラテオサウルスが最も近縁であったのである。このことはこの種がパンゲアを渡って移住することが容易だったことを示す。ご視聴ありがとうございました。終わり。